は日本の珍しいカップラーメンを紹介していきたいと思います。好，今天我们要来试吃这个 black spicy seafood 黑胡椒的海鲜杯面と一風堂の混ぜそばを紹介したいと思います。那我们首先要来教大家怎么去加热这个杯面，它上面有一些都全都是热文，但是我先教你们，就是它有 A B， 先把这里掰开，拿到这个 B 的位置这里，然后把里面的料先拿出来，不能加热。在杯面里面加热水，加到那个线有线，啊，那线了吗？那把它盖起来，等三分钟。等什么？等什么？等什么？そういうのあるんだっけ。ちょっとなんかくぼみがあるから一旦それを参考に3分って言うんですか。あ、そうなんだ。もうちょっとか。はい、ありがとうございます。はい、入りました。ソースを上にね、乗せてあったと思います。これで3分待ちます。3分後。好，三分钟到了，我们要把里面的水倒出来。它这里有一个 C， 把这个 C 掰开，然后水倒的时候要小心一点哦，因为很烫。いい感じにお湯が切れましたね。しっかりでもですね。然后来把这个ソース倒进去。お湯が切れたらソースを入れていきます。黑胡椒粉倒进去，你可以不用全部倒，就是你个人的口味，看你要倒多少。ふりかけがそれぞれ入っているので、少しだけ味を調整しながらで。これは唐辛子なので、お好みで。好的，完成。できた。こんな感じでこちらと、じゃあ混ぜていきましょう。私色がブラックになると思ったんですけど、胡椒のブラックっていうことかな。結構胡椒の匂いでも少ししか入れてないから、まだ。なんか焼きそばって茶色になるイメージじゃないですか。どっちも茶色にならないから合ってんのかなと。今回はちょっとどっちも変わり種なんですけど、たまちゃん豚骨だもんですよね。豚骨ですね。豚骨だから色がそのまま、いい匂い、めっちゃいい匂い、胡椒の匂い。お腹空いてくる。試食では食べていきましょう。食べていきましょう。美味しそう。匂いがすごいいい匂い。完成だ。こんな感じで完成です。食べていきましょう。食べていきましょう。いいな。食べたい。
美味しい。あ、でも胡椒辛くない、すごくいい匂い。辛くないんだ。辛くない、全然辛くない。でもこの匂いすごくいい匂い。これ一風堂のラーメンよりなんかさっぱりしてる感じします、うん、あ、そうなんだ、うん、なんか全然汁がない。汁がない分多分さっぱりしてて、でもちょっと豚骨、あ、豚骨はしっかり、豚骨の味がしっかりする。なんで、うん、美味しそう。これ足してもいいかも。この赤いのは辛い、結構辛いよ。これ全然辛くないよ、ね、辛くないんだ。でもいいですよ。セッパーももうちょっと入れてみても。这里的面面很 Q 很弹 很好入口很好吃。これも、うん、食べてみてください。味がどんな感じで違うか。我来吃看看这个。すごい大丈夫か。辛口。辛口。大丈夫。さすが。加了那个辣椒、辣椒粉。うん。どうです？うん。美味しい。なんか塩焼きそばみたいな。美味しくないですか？さっぱりしてますよね、ラーメン。うん。うん。そうなんだ。这个这里的这个面比较细。嗯嗯嗯。这个面比较弹 Q。この麺の方が白い。歯ごたえがある。うん。こっちのがある。ああ、そうなんだ。ちょっと油かかって柔らかいです。そうです。柔らかい細い。うん。豚骨は細麺なんで。確かにラーメンの麺に似てる麺になってます。それで、そういうと思う。こっちのが焼きそばっぽくて、太くてしっかりしてて、なんか塩焼きそばっぽいですね。やっぱソースが薄いから美味しい、さっぱりしてて、シーフードもしっかり入ってますよ、ね、カラフルで、ね、エビとかね、あ、エビもちゃんと入ってます。何の野菜が入ってる。カニカマ。なんかたくさん入ってて、めっちゃ入ってる。美味しい。すごい豚の味、うん、いい匂い。豚骨、そうそう、美味しかった。美味しかったです。スープが緑、なんかちょっと辛い。